私たちはアミンチュを応援しています。見たよ、カイツブリ。来たよ、僕の街。6時だよ。知ったかぶり、カイツブリニュース。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。7月1日、琵琶湖の日を伝えて歩く安のおっさん琵琶湖一周行脚。ゴミを拾いながら歩いて琵琶湖を一周します。9月14日、長浜市大浜。この日も夕方からのスタートです。よいしょ、今日も夕方からの行脚始まり。行くで。なんせちょっと日没が早いなんて6時過ぎやから早めに行かなあかんねんけど、ちょっとこれなんか登ってるな。登ってますね。あ、そうか、これ姉川か。そう、この坂は姉川を越える上り坂。川を渡る橋につながっています。あー、登っていってるわ。この間足つった坂やな。今日は養生しながら行かなかな。姉川を渡る橋までやってきました。川辺にはたくさんの鳥たちが。橋の上でもゴミ拾い。あきかん。橋の上で拾います。よいしょ、はい、綺麗にこのちょうどいいとこハサミの、はい、どうぞ、はい、入れーの、はい、ちゃ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 、ゴミゴミゼロ。川を渡ってテクテク前進。夕日の差す中を歩いていきます。影。なんかわしちょっとこう西日浴びてな、はい、ちょうどほらスクリーンみたいになってるやろ。スクリーン、あー、影やってみ。影面白いで。それ何、何の影。狐。そっちやろ。そうや、こっちやろ。さっきとちゃうやろ。そっちでも。9月半ばですが、まだセミの声が聞こえてきます。タクルまだつくつく帽子泣いてんな。あ、ほんまですね。え、もうでも9月の半ばやろ。もうそんな感じですけど、夏のもんや思ってたけどな。うん、まあでもほら結構寒くなっても半袖着てる人多いもんな。セミもそれぞれやな。おじい。こんにちは。応援の方が駆けつけてくれました。 ありがとうね。見かけて声かけてくれた。もうここで稲刈りしてた。あ、稲刈り。あ、そうか。そうこの辺のお米は何。今コシヒカリ。あ、コシヒカリか。あ、そうか。コシヒカリを倒れると聞くけど、倒れんと言っとった。大丈夫、ギリギリ。あ、よかったよかった。私今日牧村高島から来てるんですけど。あ、そうなんや。どこ通るんやろうと思って。あ、ずっとな、山越えてやってきて、はい、ようやくな、はい、ここまで来たんよ。下から通るところ。そうです、そうです。そうそうそう、よしてくれてはる。まさかここで会うと。
もう牧野通った時のこともまあ昨日のように覚えてるわ。そうですか。見られてる。道の先に待っていてくれる方を発見。行く手に手振ってくれてある方々が。そうです。うん。このぐらいの距離からはちょっと顔をキリッとしていくからな。リンボータイム。目の前に枝が伸びています。リンボーダンスでくぐり抜けます。パッパッパガパガパッパガパガパッパッパパパッパパッパパパッパ。みんな見ててくれるのかな。あんまり見てへんかった。張り切ったのに。わちゃわちゃしながら皆さんのところに到着。よいしょ、テクテク切らったで。こんにちは。こんにちは。差し入れくれるの。ありがとう。これ起きたん？寝てた？こんにちは。日曜日あの情熱大陸見た。あ、そうね。あれでお店、うん、えらいことになってるね。あ、やっぱり。うん。パッ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 パラッパラパン。お客さんがいっぱい来てくれて、食べてみたいってみんな思ってくれてあってありがたいな思ってて。あー、君気をつけて帰りや。応援を背にテクテク再開。こっから市街地入るで。小川は離れて。だいぶ暮れてきた。この日の暗夜もそろそろラストスパートです。暗なってきたな。はい、ボツボツ、日没。はい、おそらくそう。ボツボツというか、もう日没なんかな。この日は長浜市祇園町でゴール。お疲れ様でした。皆さん、ありがとう。あ、上手上手。な、わしもそんなふさふさなりたいわ。この日の道のり。この日は長浜市祇園町まで歩きました。安のおっさんビワイチヤンギャ、次回に続きます。今日のエンディングはこちら。コアラジのコアラジ。波が風がハートが荒ぶるぜ。寄せ合い俺は響き。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。見逃し配信、やってるで。ウェブアミンチュで。